改めまして蓮舫です。今日はお忙しい中お集まりをいただきありがとうございました。それでは皆様方に私の都知事選の公約をご説明をさせていただこうと思います。あなたと次の東京へ。私は都知事になって7つの約束を実現していきたいと考えています。お配りした資料1枚おめくりください。目次をつけてあります。そこに7つの約束、簡単に書かせていただきました。まず私の政治家としての最も基本的な問題認識は、日本は失われた30年というこの間、何が要因だったのか。一つは若者に十分なチャレンジを与えてこなかった。もう一つは重要な決定事が密室で決められてきた。この2つにあると思います。だからこそ私は2つの柱を軸に、7つの約束を前に強力に進めていきたいと考えています。一つは、若者の手取りを増やす。徹底した若者支援を行う。これが本物の少子化対策だと考えています。もう一つは、私の得意分野です。徹底した本物の行財政改革を行います。東京都が行う約6000の事業すべてに、行政事業レビューを取り入れて、都財政をガラス張りにしたいと考えています。どんな境遇にいる若者でも、学べる、働ける、結婚できる、子供を持てる、そんな人生の選択肢がある東京都にしたいと思っています。まず、資料で同じ認識を持たせていただければと思います。0.99 ショック、人口が半分になる。人口が維持できるのは 2.07 です。それが1を切るということは、流入がなければ東京の人口はこのまま半分になっていく。何が足りないのか、何が届いていないのか、私は 0.99 ショックを乗り越える政策を行ってまいります。子供が増えないのは産まない女性が悪いんではありません。この20年間結婚して産むと判断をした女性が産んだ子供の数はほぼ変わっていません。大きく変わったのは非婚化です。この50年間で結婚するカップルの数は半減してきました。国で見ると1972年、今から50年前、第二次ベビーブームの時、110万組が結婚していたものが今は50万組になりました。東京も1972年から2022年の50年間で半減をしました。さらには男性の4人に1人、女性の5、6人に1人が生涯未婚という事実もあります。なぜ結婚をしないのか。正規、非正規、非正規のパートアルバイトを職種と年齢別でその有配偶率を見てみると、年齢が上がることにこの差が広がっています。特に30歳から34歳、そこで非正規の職員、従業員のうちパートアルバイトは 15.7%、 でもそれが正規になると婚姻率は 59% まで上がっています。年齢と年収の別で配偶者を見ると、例えば35歳から39歳で見ると、年収600から699だと7割を超えます。でもこれが年収が200から249になると3割、4割を切るんです。年収と雇用形態が結婚と相関関係である。結婚しないと自ら選択するのではなく、結婚を選べない経済環境にある若者が増えています。これは都が婚活アプリを行うレベルで解決できる問題ではありません。なぜ8年もの間、最も支援が必要な若者に手を差し伸べてこなかったのか。なぜここに思いが至らなかったのか。私は時間がもったいなかったと思っています。私が変えます。資料の約束の1です。現役世代の手取りを増やすために取り組みます。これまでの社会、政治の世界では、若者は自ら努力をする、あるいは家庭が、親御さんが面倒を見て
社会人になるのが当たり前という空気がありました。でもその結果、今広がる親の経済格差がそのまま子どもの育つ環境格差に直結してしまった社会の中で、大学進学と学費の負担、社会に出ても不安定雇用から抜け出せない若者を増やしてしまったと考えています。小泉総理の構造改革から20年間で東京都では非正規雇用が約60万人増えました。もちろん自ら望んで自由な雇用形態を求める方もいますが、望んでいるのに正規の雇用形態に転換できない若者がいるとしたら、私はそこを徹底的に支援をしたいと思っています。そのために何をするか。条例で今東京都と契約しているすべての企業に、その企業で働く人の待遇改善を求めます。実際に世田谷区では保坂区長が労働報酬下限額を決め、働く人の労働条件の改革、事業者の経営環境の改善を進めています。都が率先して進めることで基礎自治体への波及効果も期待できます。後継薬が若い人たちの雇用環境を変えていきます。合わせて東京都庁の非正規会計年度任用職員は 3.2 万人います。そのうち専門職から順次待遇改善を進めていきます。人件費を削って行革を行ったと胸を張るような考え方はそろそろ終わりにしたいと思います。少子化、労働力が減っていく中で、特に専門性の高い職員の継続雇用は安心した安定の住民サービスにつながります。子どもたちを救うスクールカウンセラー、あるいは児童相談所の虐待対応協力員、あるいは医師や看護員など命を救う医療従事者など、雇用環境改善は急務です。官民ともに若い人たちの働く環境を改善します。不安定な立場で働く人たちの不安を取り除けば、それは安心感につながります。生活の安定につながります。それは消費につながります。そしてそれは経済の好循環につながります。そんな東京都にしていきたいと考えています。同時に若い人たちの負担が増えていることにも対応します。大学卒業時、2人に1人が奨学金を抱えています。平均額は310万円。10年20年かけて返済する若者がいます。有利子だとその負担はもっと重くなります。最近では国立大学の学費が値上がりするのではという不安もあります。だからこそその負担を私は軽減したいと考えています。資料の約束2です。東京都で教育、保育、医療、介護の現場で働く若い人たちの奨学金返済の負担を軽減します。支援をします。それはシニアの安心と安全にもつながると考えています。例えばすでに東京都には介護職の資格を取って東京の介護の現場で働く若い人の奨学金負担を支援をするという制度があるんですが、ものすごくわずかな事例なんですね。ここをもっと大きく分厚くしていきたいと思います。千葉県ではこの春から教師の免許を取って、そして千葉県内の公立の小中学校、あるいはその特別支援学校で働く若者の奨学金返済支援を始めたと聞きます。なので、東京都で今すでに教育、保育、医療、介護の現場で働いている若い人たち、これからこうした現場で働きたいという若い人たちを私は支援をしていた。どういった方を対象にどんな支援ができるのか、知事になったら迅速に着手して制度を構築します。また同時に労働環境を改善することによって離職率も、これは防いでいきたいと考えています。なくなってる。この鳴ってるのは何の音でしょうか。大丈夫かな。はい、なんかピコピコ鳴ってる。大丈夫ですか。モニター。はい、失礼しました。中でも学校現場の、働く環境改善を急いで進めていきたいと考えています。
現知事は高等教育の無償化を行いました。このこと自体は評価をします。でも実際の学校を改善することにはあまり敏感ではないように思います。小中学校の先生たちが忙しすぎます。保護者との連絡、教育委員会との連絡、プリント作りなどの学校業務に追われて子どもに向き合えないとの悲鳴のような声を聞いています。疲れて長期休暇を取る先生も少なくありません。子どもの SOS も拾いにくい環境、この学校の環境をすぐ変えなければいけないと思っています。教育委員会、学校、保護者との連絡、あるいは先生方のご負担を DX 化で軽減します。実際に静岡県の三島市では学校の公務デジタル化で年間1万枚以上のペーパーレス化が実現可能となって、提出された紙を、システムに転記する作業が削減されました。このことによって1年間で450時間の作業時間の削減効果が得られています。 DX による先生方の働き方改革で教員の長時間労働、教員不足、教育委員会の負荷を軽減します。先生が子どもに向き合う、その時間を増やす、子どもの学びを支える東京にしていきます。若い人の負担軽減と合わせて保育、医療、介護の分野でも同じく DX 化を最大限進めることによって雇用環境改善を実現すれば、若い人たちの暮らしが豊かになるだけではなくて、東京都が提供する公共サービスの質の向上につなげます。東京は豊かな街と言われます。ところが令和3年の国交省の調査によりますと、都の可処分所得一番上です、自由に使えるお金は富山県、福井県に次いで3位なんですけれども、中央世帯、いわゆる中間層で見ると12位に下がっています。で、東京都の家賃、光熱水費、食料が高いので、その基礎支出を可処分所得から引くと47都道府県のうち緑です、42位まで転落。そこに費用換算した通勤時間を差し引くと一番下、東京都の豊かさはワースト1となります。自由に使える手取りが少ない、それが若い人たちの人生の選択を狭めているのであれば、不安と負担を取り除く作業を私は行っていきたいと思います。この数年間で高校無償化、あるいは医療費の補助、あるいは手当を行ってきた小池さんにとってみたら、なんで今子育て支援じゃなくて若元支援なのと思われるかもしれません。でも私は少子化対策を長い目で見たいんです。子どもは育ちます。育つ、その都度都度に政治に求める、行政に求める支援が変わっていきます。中でも最も親として切ないのは、育った子どもたちが育つときに不安定雇用から抜け出せない社会、あるいはいつまでたっても奨学金を返すことができない、そんな家計をで生活をせざるを得ない、私はここを自助だと言って切り捨ててはいけないと考えています。若い人が何かを諦めないで済む、そんな東京に今すぐ変えていきたいと考えています。小池さんはいろいろな少子化対策、いろいろ思いついて細やかなケアをしてくださってる、それは私は引き継いでいきたいと考えています。でもこの8年間長い目で見た少子化対策に視野を転ずることはありませんでした。これから先もそうした視野は持てないんだろうと私は思っています。だからこそ私が双子を育ててきた、20年間国会で少子化対策に取り組んできた私だから変えることができると自負をしています。もっと多様で生きやすい東京へ、資料の約束3です。一人で生きる選択、子供を持たないという選択、同性のパートナーと暮らす、あるいは選択的夫婦別姓が実現するまで異性のパートナーと暮らす、一人で子供を育てる生き方、あるいは今やペットは人生でかけがえのない存在になった方たちも増えていると思います。ペットと一緒に自由に出入りできるお店も増やしていきたい。パートナーシップ宣誓制度の各自治体との連携を進めると同時に、民間企業への周知を進めていきます。すべての生き方を応援する東京都を目指します。本物の行財政改革を行っていきます。私の専門分野です。これは任せてください。資料の4です。
特別会計と一般会計で合わせて 16.6 兆円、一般会計では約 8.5 兆円、これをガラス張りにしたいと思います。予算の見える化を小池都知事も進めてきました。デジタル化をしてきました。率直にここは評価をします。でも私ならもっともっと前に進めることができます。そこの成果は躊躇なく若者と子育て支援に使っていきます。東京予算見える化ボード簡単に流します。東京都予算の全体像です。一般会計、歳入歳出、財政規模、そして歳出の内訳、都税収入、こういうのはデジタルで見える化しました。すごい前進だと思っています。でも次、財政運営の工夫というのがあります。これが小池都知事が行革を行って8年間で8100億円確保したと胸を張るところです。2024年度は1266億円確保したといいます。でもこれを調べると驚くことに、確保した財源の積算根拠が全く見えません。バックデータとなっている、予算の資料が出されていないので、行革の成果でできたか確保したかどうかを確認することができないんですね。本当に改革を行った成果として財源を確保したのか、そもそも予算がジャブジャブで余ったのか、剰余金なのか、不用額なのか、こういう確認する手段が一切非公開になっています。都合が悪いからではとつい疑ってしまいます。この中途半端な情報公開では知事の言いっぱなしです。その実態を誰も検証できません。まさにブラックボックス化です。私はここを開きます。いくつか事例を見ます。基本的には事業が行った年に行革を行って財源を確保しているというんですが、例えば7億円のシステムを作った事業、翌年度にはシステムの運営費だけで回せるので、8000万円の予算で済みましたと言います。ところが不思議なことに7億は使ってしまっています。執行済みです。でもその執行済みの7億からこの今年度の6000万円の、8000万円の予算を引いた差額の 6.2 億が財源として確保できたとして積み上げてるんです。常識的にはありえません。使ってしまったお金を翌年度の予算で引いて、それが財源になる。一般的な行政の感覚ではありえない資産のあり方です。ところが小池さんは、次です。はい。上から一番上ですね、見直し再構築としてこういった差額を積み上げて8年間で4786億円確保したと言ってるんです。この事業が非公開です。つまりどの事業をどのように算定して積み上げてどんなふうに財源を確保したかというのは言いっぱなしです。検証できません。あるいは移管終了したもので2417億円確保したというんですが、その中には終わった工事あるいは単年度事業、その財源確保が溶け込んでいます。でもどんな工事が終わったときに行革でこの額を積み上げたのか、単年度事業が終わったときに行革でいくら積み上げたというのは全くブラックボックスです。つまりこれももしかしたらただ予算が余っただけ、残予算を積み上げたものなのか、そもそも余剰なジャブジャブの予算が余っただけなのか、行革は実は行っていないのかを第三者は検証するバックデータが表には出ていません。他にもあるんですね。例えばその子どもスマイルムーブメント事業というのがあります。これ4800万円が2000万円になったっていうんですけれども、ここに数字の根拠ありません。例えば次、これ若者正社員チャレンジ事業も同じです。 5.2 億が5億になった。予算のバックデータありません。事業そのものはみんないいものです。でもどういう業界かが全くわからない。私は小池さんが誇る8100億円には疑義があると思っています。財源根拠をぜひ表していただきたい。これは知事に忖度をして都の職員が積み上げた架空の数字ではないか、知事になった瞬間にこれを明らかにするためにも、資料4に戻りますけれども、東京版行政事業レビューシートを6000のすべての事業に導入をしたいと思います。私は国に大臣の時に
国の行政事業レビューシートを入れました。次です。これを見ると、どのような事業、いくら予算がついて、どこにどんな契約で、いくらで契約をして、執行はこのような状況で、執行率はこうなって、目標と実績、それが翌年度の事業にどうつながったか一目でわかる。しかも一番こちらなんですが、どこに補助金が流れたかまで見えるようにしました。これをもって国会で、あるいはメディアの皆様方が、国の行政が間違っていると指摘をし、改善をすることができたと思っています。東京でできたこと、国でできたことは東京でもできます。東京の予算を見える化をします。合わせて、東京の補助金の情報公開のあり方も前向きに検討します。契約のあり方に不透明、あるいは政官業の癒着の疑いがあれば、それは改善をします。改善をすれば、そこにビジネスチャンスが生まれます。ここからも経済を回していくことができると私は思っています。そして約束後、私は本物の東京大改革を行います。現知事は政治資金パーティー4000万円前後のものを行ってきました。でも政治資金パーティーが自民党派閥の裏金議員を生みました。知事を強力に応援すると言っている自民党東京都連の幹部は3000万円近い裏金を手に取り、国会の政倫審でも説明をしないで、会見もしないで、私はその姿勢が全く理解ができません。東京都知事は絶大な権力を持っています。だからこそ、政官業の癒着が疑われないためにも、私は政治資金パーティーは一切行いません。今の知事はトップダウンで突然政策を発表することが多々見受けられます。でも私は民主主義は、政策決定過程がとても大事だと思っています。誰が、どこで、どうやって決めたのかわからない。そういう都政ではなくて、ボトムアップ。そのための政治を行いたいと思います。知事直轄の円卓会議を設置します。ここに、様々な現場を知る方、NPO の方々、専門家の方々、あるいは当事者の方々、都の職員も一緒になって課題解決の政策を提言をしていきたいと思います。例えば今日約束した公約の中でも、非正規削減会議とか、あるいは都政 DX 推進会議とか、多様性推進会議、こういうものを設置して、皆さんに見える形で政策をボトムアップで進めていきたいと考えています。約束の6。東京都が率先して未来への責任を担いたいと思います。神宮外苑再開発は一旦立ち止まります。まず、知事が事業者に要請した樹木保全のその計画を早急に提出してもらいます。知事が提出したのをなぜ再要請しないのかも私は不思議に思っています。それとすでになされた環境アセスメント、あるいは再開発の前提となっている公園まちづくり制度の適用是非をもう一度検証しようと思います。約束7、引き続き発展させていくことです。行政は継続性が大事です。行革や少子化対策への新しいアプローチ、私がやりたいと思うことはどんどん新しく取り入れていこうと思いますが、命を守る防災、経済成長、安心安全の警察消防、細やかな子育て支援、国際都市、文化芸術、スポーツ、シニアのための高齢者福祉、これまで長く続けられてきて、都民の安心安全を守ってきた政策は当然維持をする、そして発展をさせていきます。例えば防災面では、避難所でプライバシーを確保する個室テント、これの備蓄を始めたい。あるいは、安心のトイレトレーラーの導入、携帯充電の不安を解消する備蓄の総点検、平時から発災後に迅速な救援体制ができるように、DX化を活用した取り組みをすぐ行っていきたいと思います。合わせて都が行っている防災対策も、知事直轄の円卓会議で専門家を入れて、今何が必要か、これも、検討していきたいと思っています。どんどん東京は良くなる。もっと東京は良くなると私は考えています。子供はもちろん、長い視点で見た本物の少子化対策、若者を徹底的に支援する、若い人の人生の選択肢を増やす、そして誰もがチェックをすることができる都の開かれた、財政改革、
ガラス張りの都財政を実現する、この2つの柱を軸に7つの約束を私は都知事になって前に進めていきたいと考えています。以上です。お付き合いありがとうございました。蓮舫さん、ありがとうございました。それでは質疑応答に移ってまいりたいと思います。挙手をいただきまして、順に司会の方から指名をしてまいりますので、所属とお名前をおっしゃった上でご質問をお願いできればというふうに思います。蓮舫さん、準備の方大丈夫そうでしょうかね。はい、どうぞ。はい、それでは、失礼ですが、前の方から順に参ります。手前の紺色の上着の方、そして手前のワイシャツの方からお願いいたします。ビジネス映像メディアピボットの竹下と申します。経済政策について伺いたいんですが、行財政改革かなり力を入れて説明したんですが、肝心の経済成長の戦略はかなり弱いなと思いました。特に東京は国際的なグローバル都市ですので、具体的に東京をどう経済成長させるのかお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、基本的には今行っている経済政策、うまくいった部分は全部継続をいたします。新しいという部分で言うと、私は長期的視点で経済成長を促していきたいと思うんですね。例えば今スタートアップへの支援、あるいはリスキリングによって、労働者の移動をすることに経済を活性していくということに、そこに上乗せをする形で、長い意味で若い人たちが自分が望めば自分がやりたい仕事につけるような能力を、そういうのを身につけることができるような支援を行いたい。非正規から正規に転換すること、後継薬を使って転換をさせることは十分可能だと思っています。ですから、そのことによってその人たちは納税者になると思っています。そうした長い目で見た循環型の経済成長を手厚くしていきたいと考えています。それでは2列目のワイシャツの方、お願いいたします。東京新聞の原田と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日午前中に小池都知事も公約を発表しまして、はい、無痛分娩の支援とか、留学の支援制度とか、そのような公約を掲げていました。そちらに対する所感と、蓮舫議員がここの公約は私と違うとか、蓮舫さん自身で一番こう小池さんとの違いをアピールしたい点、その辺を教えてください。はい、さすがだなと思いました。無痛分娩とか留学の支援というのは、やっぱり当事者にとってみて、自助でできないときには公助で支援が欲しいと思える分野だと思います。ただ私との違いで言いますと、私は少子化対策であるとか、あるいはさまざまな政策っていうのは長期的視点がいると思ってるんですね。さみだり的にいろんなメニューがあったとしたら、その中から選ぶような選択があってもいい。それで長期的に見たときにどういう成果をもたらすかというビジョンを、私は特に少子化対策では訴えたいと思う。ここは考え方が、視野が違うなと思いました。はい、それでは3列目の青い服の女性、お願いいたします。真ん中の方。アークタイムズの望月と申します。ワイズスペンディング8100億円と、午前中の記者会見で小池さんがさらっと言ったことが、実質、さらっとは言ってたんですけど、実質それが実態がないんじゃないかと。本当に8100億円をしっかり捻出できているかと、かなり大きなニュースだと思います。ここについてもう一言いただきたいというところと、それからやはり先ほど今原田記者が言ってましたけど、190万世帯への1万円の商品券のばらまきで無痛分娩、それから私立助成金48万円、いずれもそれぞれ、ある種ばらまきと言われてますけれど、有権者にとっては大きな、施策かもしれません。これは、ある種ご自身がもし知事になった場合、こういったことに対しても手厚くやっていきたいということか、ということなのかという点と、それからやはり非正規雇用、ちょっと2点にしてもらいます。忘れちゃうんで、はい、ごめんね。まず講談の部分なんですけれども、東京はやっぱり税収が豊かです。その部分の果実をどこに分配をしていって、そしてそれがどういう形で成長につながるかという循環はとても必要だと思います。そのために自助で頑張れない方たちが選べるようなメニューが多様にあるというのは、私は東京らしいと思ってます。その部分では子育て支援のそのさまざまなメニューというのは当然引き継いでいく。ただ子育てというのは都度都度、あるいは社会の変化に応じて求めるものがやっぱり変わってきます。双子を27年育ててきましたけれども、都度都度変わってきたときに、残念ながらマッチしていない
助成とか支援策があるのであれば、それは常にバージョンアップをしていく必要があると思っています。それと行革なんですが、ちょっと行革のページに戻してもらえますか。国の行政事業レビューの後かな、8100億円のバックデータ、都知事が指示したらすぐ出すことができると思います。一番多いボリュームは事業評価、この事業評価をすることによって、事業評価の一覧のところです、右かな、前ここ、見直し再構築、事業評価をして4786億円とあるんですけれども、ここは第三者評価が入ってないんです。政策評価とグループ連携事業評価には第三者の評価を入れてるんですが、都の職員がおそらくやってると思います。だからそれが本当に客観性があるのかも疑義があります。まあ、とにかく情報公開されてないということに尽きるので、これは私が知事になったらすぐできることです。はい、ありがとうございます。もちろん、また一周したらまた戻りますので、次の方はじゃあその後ろの男性の方、ひげの男性の方お願いします。あ、よろしくお願いします。週刊金曜日などに記事を書いているフリーランスの本田正和と言います。よろしくお願いします。声が悪いんですが、首都東京にはですね、すでに1400万人のその住んでいる方々の中にはですね、かつて日本が植民地支配や侵略をした朝鮮半島ルーツの方々、それから台湾、ベトナム、中国、そういう方々がたくさん住んでいらっしゃいます。すでに東京はですね、国際色豊かな多民族都市だと思います。しかし一方でですね、いまだに路上で、中野や新宿の路上でヘイトスピーチが蔓延しですね、そして国連人種差別委員会から何度勧告を受けても民族学校への差別があったりします。こういう点についてですね、やはり蓮舫さんが都知事になられたら、どういうヘイトスピーチ対策とか、その民族差別に対する、そういうものはこの7つの中のどのあたりに入るのか、そしてどういう政策を持っておられるのか、語っていただければ大変ありがたいと思います。やはり小池さんには語れないことだと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。多様性を認める国際色豊かな東京です。でも他方で、それは今ご指摘したように、行き過ぎた新自由主義が生んだのかもしれませんが、人をどのようなことを、人種やあるいは性別やあるいは外見やさまざまなことで言ってもいいというような風潮が生まれてしまったこと、これは格差が広がってね、自分の力ではどうしようもできない人たち、そういう問題も絡めていろんな事象が生まれていることには私も胸を痛めています。ただ一方で、東京都知事がいまだに朝鮮人虐殺の慰霊祭について追悼文、それを送らない、私はこの姿勢はものすごくそういう現象に対する悪い影響があるように思います。ここは改めたいと思ってます。ありがとうございます。続けて、じゃあ右手の方にいらっしゃるワイシャツの5列目の4列目の男性お願いいたします。僕の方からなかなか向こうの方が目が届きすぎて申し訳ありません。はい、お願いします。産経新聞の南條と言います。朝鮮学校の補助金についてお聞きしたいんですけど、蓮舫さんを支持するとおっしゃってる前川喜平さんだが、朝鮮学校の無償化を蓮舫さんが知事になった場合は目指すというようなことをおっしゃってます。その無償化に、朝鮮学校の無償化というか補助金の復活についてはどのように考えているでしょうか。これまでの経緯を私も報道等を通じて把握しているんですけれども、どういう経緯で補助が入ってて、どういう経緯で補助が外れて、それに対して賛否の声があることも承知しています。その部分は今一度丁寧に検証して決断はしていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。では一番後ろの男性、眼鏡の方お願いいたします。IWJ の木原と申します。よろしくお願いします。はい、すみません、手短に2点お願いしたいんですけれども、蓮舫さんは都の巨大予算とかですね、補助金というブラックボックスを開けたいというふうにおっしゃいました。事業者と、都の関係の透明化というご指摘だと思うんですけども、それは太陽光発電事業も対象になるかと思います。太陽光発電をめぐる巨額詐欺事件で起訴された、テクノシステム社からですね、小池都知事側へ200万円の献金が報じられましたけれども、
小池氏は説明責任を果たしておりません。一方 都は環境確保条例、環境確保条例で全国で初めて新築戸建て住宅に太陽光パネル設置を義務付けました。つまりこれは強制ということです。でこの義務化は来年4月に始まります。これらを踏まえて都の太陽光発電事業の今後どのようにお考えでしょうかというのを言って、すみません、もう一点厚労省によればですね、新型コロナワクチンによる死亡認定件数がすでに618件で、他の全ワクチンの約4倍に達しています。副反応被害の申請は3万7000件以上になっています。コロナワクチンの健康被害問題は多くの関心を集めていますけれども、厚労省は納得させる十分な調査をしているとは言えません。東京都民は日本人の人口の1割以上で、累計感染者の 13% が都民ですから、東京都が独自にワクチン被害調査に取り組めば有意な情報が得られるはずです。都知事としてですね、独自調査のお考えというのは終わりでしょうか。この2点すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。環境政策はとても大事だと思っています。その中の一つとして、現知事が太陽パネルの設置義務化を進めてきた途中経過は生じています。ただ他方で、その太陽光パネルを設置することによってどれぐらいの温室効果ガス削減効果があるのか、それがカーボンニュートラルにどれぐらいの寄与するのかという科学的データは、私はまだ都の中に入っていませんので見たことがありません。それはぜひそういうバックデータも含めて今一度適切な政策なのかどうなのか、実際始まった時にどういうような賛否の声があるのかも、一緒に同時に見ていきたいと思っています。で、2つ目の視点のコロナですね。そのワクチンのやっぱり副作用の部分、大変関心のある方もおられると思いますが、都だけで行うというものよりも、やっぱり国が率先して行わないと、国が保有しているデータというのを都が共有している、必ずしも共有しているわけではございませんので、国と連携をしてできるのかどうなのかも含めて考えます。はい、では会場また右側に戻りたいと思うんですけれども、では2列目の右端の女性の方お願いします。日本テレビの増澤と申します。ちょっと話題変わって恐縮なんですが、はい、今回の都知事選において20人以上の候補者を出して、ね、掲示板をジャックするなどといった政治団体の活動についてどうお考えなのかというところと、もう2点目、先の衆議院の補欠選挙でも選挙妨害ありました。選挙という名のもとに妨害行為や掲示板のジャックなど、これまでに考えられなかった行為が見られること、同じ候補者として蓮舫さんどのように見られているかお願いします。はい、ありがとうございます。立候補はやはり自由だと思いますので、私から特段申し上げることはございません。で、講談の部分なんですが、私も20年間国会議員してきました。その中ではいろんな意味で演説を遮られたこともありました。ただ今回の東京15区の補欠選挙に感じたその妨害の度合いはちょっと度を超えておりました。なぜかというと、演説を届けたい、演説を聞きたいという方たちを本当に分断をする形、それはやはり度を超えすぎている。その部分で今刑事罰が問われていることになっていると思うんですが、こうしたことはぜひなくなってほしいと思っています。では正面の列に戻りまして、で 正面の列の最前列のお挨拶の方お願いします。アークタイムズの尾形と申します。はい、2点伺いたいんですけれども、1つは最初におっしゃっていた現役世代の手取りを増やす、これは政策の柱なのかなと思うんですけれども、ここで新しい条例で都と契約する事業者に働く人の待遇改善を要請するとあるんですが、これはあくまで要請ベースであって強制にならないのか、そしてこれによってですね、どの程度具体的に待遇改善につながるというふうに考えていらっしゃるのか、それが1点と、最初の出馬会見の時にですね、自民党の裏金問題をかなりおっしゃっていて、小池都政はそれを延命に手を貸しているんだと、だからそういった小池都政都政を終わらせるという話があったと思うんですけれども、その部分の訴えというのはこの政策と一緒にですね、今後も掲げていくんでしょうか。どこがその選挙の主張の一番のポイント、一つか二つあるとしたらどこになるのかお聞かせいただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。
後契約条例はどういう条例案を作るかというのも、これもボトムアップで作り上げていきたいと思うんですけど、一般的にはですね、入札をするときの点数に反映されるやり方が一番迅速に取り入れられると考えています。でそれによってどれぐらい効果が広がるかというのは、これはちょっと試算をしてみないとわからないので、今は軽々に言うことはできないのはご容赦ください。で2つ目の政治と金ですよね。これはその、政治資金パーティーを行わないということに尽きると思うんですけれども、どうなんでしょうか。やっぱり私はその部分では都の皆様から預かった貴重な都税、この使い道を透明化をして、そこに不合理な、あるいは納得できない、あるいは癒着と疑われるような使い方を改めるというのも、政治と金で信頼される政治を、都政を取り戻すことにつながると思っていますので、そこは私の中では最も大切な取り組みにしてはあります。では向かって左側の列に戻りたいと思います。では一番前のおぼしの方、お願いします。ファクタの宮島です、はい、本物の行財政改革、これが一番難しいのだと私は思ってます。ばらまきの逆ですから、うん、で10年当時まさに事業仕分けで頑張って、すごい熱気があったんだけど、あっという間にやっぱり官僚の抵抗、それからばらまき政策でダメになりましたね。であえて今回あえて一回再チャレンジでこれを本気で出してくるわけですけど、連邦版行政事業レビューシート、これ本当にできますかね。その要するに今までのやり方と同じことで、本当にこれが実現できるのは素晴らしいと思うんですけど、ただそう言われてもですね、本当にこのなかなか容易ならざる、これができるならば本当に素晴らしいと思うんですけど、今までうまくいかなかった経緯もあるわけですけど、それをじゃあ土地になられたらどういう形でね、本当にこれが実のあるものになってワイズペンディングになるのか、そこのところもうちょっとですね、過去これのパイオニアなわけですから、そこのところについて伺いたいと思います。多分お分かりな上で聞かれていると思うんですけども、仕分けは入り口でした。事業仕分けは入り口で、一番やりたかったのは国のすべての事業のお金の流れを透明化することだったんですね。そしてその透明化をした行政事業レビューシートを書いた本人が、翌年度の予算を立案するときに決算ベースでこの事業の執行体制、執行率、その手法の在り方を確認できるというのが実は一番大きな効果だったと思うんです。第三者がチェックをしなくても、担当者自らが予算と決算をつなげていく、そのためのツールとして導入したのが行政事業レビューシートでした。ですからこれは手段として取り入れるわけですから、抵抗というのは多分その先にあるんだと思いますけれども、まずは取り入れるところから始めるのはできると思います。ありがとうございます。でまた向かって右の列はいないので、真ん中の列に戻りまして、一番後ろの黒いシャツの男性、お願いします。奥原さん、産経新聞の奥原と申します、はい。経済政策に関しまして聞こえてますか。いいすか。大丈夫、大丈夫、ごめんね。すいません、はい。東京には資本金10億円以上の大企業が、3000社ぐらい集積されていて、都市の成長力を牽引するのはこういった大企業っていうのは、ある種ベンチャーも大事ですけれども、といった部分はあると思いますけれども、都市の都市の成長というところを牽引して実際の組長としてどういうふうに引き上げていくのかっていうことと、あと公約に関して東京大改革とか本物の行財政改革といったようなその主観的な表現というか、小池さんの7つのゼロっていう具体的な数値目標とかをが達成できてなかった部分について反省した部分はあるのかなと思うんですけど、振り返った部分は踏まえた部分もあるのかなと思うんですけども、ちょっとこう公約を検証し、公約を達成したか達成していないかっていう部分の検証とかっていうのは、なんか今考えられていることがあれば教えてください。はい、足元で都の税収っていうのは1800億ぐらいで、やっぱり増えてて豊かな町です。で今岡田さんご指摘のように、
大企業が牽引していることも事実ですが、一方で地元のにぎわいを支えている商店街ですとか個人事業主、零細事業主、中小事業主、それはやっぱり9割という数に達していますから、ここをしっかり支援していくことも同時に合わせて行わなければいけないと考えています。これこそ基礎づいていただいて連携をすることが可能だと思っています。で、7つの約束、今回私は政策を作るにあたって心がけたこと、それはばらまきはしない、それと実現不可能なことは入れない、そしてすぐ手をつけられることを中心に入れていく、で現場を見たもので改革できると思えるものを入れ込みました。その部分ではすべて私は実現可能だと思っています。はい、ありがとうございます。で向かって左の列に戻りまして、最前列のスーツの男性、ごめんなさい、さっきの1855億は増えた額ですね、税収が。はい、はい、では左の列最前列の男性、どうぞお願いいたします。日経新聞の大沢と申します。はい、よろしくお願いします。失礼になります。公約についていくつか伺います。まず都の職員 の非正規の方を正規化させるという件ですけれども、予算、かかる予算と財源をどう生み出すのかについて教えてください。はい、また明治神宮 の再開発について一旦立ち止まるということですけれども、事業者側からですね、仮にその利益の逸失があったなどで訴えが起こされた場合に、都や知事として負担をされるお考えがあるのか、対応策を教えてください。最後長い目線でのですね、少子化対策というところ大事だと思うんですけれども、今まさに子育てに取り組んでいるとか、子育てを考えている世代に、小池都政ではなかったこととして、足らざる部分、追加していきたい部分でお考えを教えてください。はい、ありがとうございます。まず一つ目なんですけれども、都の職員で会計年度任用職員は 3.2 万人おられます。その中でボリュームが一番多いのがやっぱり学校教員なんですね。でそれの次に多いのが知事部局です。8270人おります。だからこの部分でどこを手厚くしていくのか、あえて私は専門職といった部分は、まさに専門職を持っている人たちが単年度の不安定な雇用でいた場合に、その方が抜けてしまった、その後の公共サービスの水準を維持するのはすごく難しいと思っています。ですからどの分野から待遇改善をしていけるか、それは中に入って実際に試算をして、それで進めていきたいと思っています。で2つ目の外苑再開発ですね、それはまさに今回私は争点だと思っています。その部分では小池さんと私の考え方が違いますから、ですからこの知事選の結果次第では、私はしっかりと約束した通りの対応をしたいと思っています。で3つ目ですね、今生まれた赤ちゃんや今育っている子どもは数年後とか十数年後に必ず大人になります。そして必ず社会に出ます。でその時に不安定雇用が本当に激減をしているとか、その時に奨学金の負担を誰かが、都が肩代わりしてくれるシステムが明らかにあるという社会を今から作っていけば、私は今子育てをしている人たちの長い目の安心につながると思う。親はいつまでたっても親です。子どもの心配をするものですから、ですから小池さんの視点と私の視点が違うのは、メニューをいっぱい毎年あるいは選挙の度ごとに用意してくださるのはありがたいんですが、それをつなぐ長い視点があるかないかだと思っています。ありがとうございます。では向かって右の列に戻りたいと思います。 1,2,3,4,5 列目のワイツの男性、お願いいたします。すいません、講談社フライデーの記者の岩崎と申します。はい、ちょっと先ほどの、女性の方の関連でちょっと伺いたい、候補者のありようみたいな感じのことで聞きたいんですけども、端的に言うとですね、300万円用意をすると NHK で政見放送ができちゃうとかですね、でもそのゴールがその蓮舫さんたちのように当選じゃなくて自分の知名度を上げるとかですね、でそれでこうYouTube につなげて、再生回数を伸ばすとかですね、ちょっとこの候補者として、そのこうゴールが違うみたいな、そういうふうにちょっと選挙戦が、15区補選を以降変わってしまったという印象があるんですけども、そこに関してのコメントがさっきなかったんで伺えますでしょうか。
非常に難しいんですよね。ゴールが違うかどうかというのはどの物差しで誰が判断するのか、特に私も手を挙げていますから、その部分で同じ手を挙げた人を評価するのはすごく難しいと思っています。ただ質が補欠選挙以降変わったというのは当事者として実感するところは確かにあり、その思いは共有をしています。ただだからといってじゃあどうするのか、例えば供託金を上げるんですか、それはやっぱり手を挙げる人の負担が、本当に勝ちたいと思っている人の負担が増えることにもなりますし、じゃあ法律どういうふうに変えるんですかっていう部分は、これはやっぱり国会で公正法の改正を与野党で前に進めていただきたいと思っております。はい、いかがでしょうか。そろそろお時間も近づいておりますが、では左側の列2列目の男性お願いいたします。グレーのパーカーの男性ですね。はい、お願いいたします。全国商工新聞の本吉と申します。はい、よろしくお願いいたします。先ほど支援のこと、コメントいただいたかと思うんですが、日本の1割、の企業が東京に、中小企業、集中してまして、その中でも 99% が中小企業零細業者になるんですけども、先ほど の支援していきたいということでコメントをいただけたと思うんですが、こちら の経済成長に、7番の経済成長ですか、書いてあるところ以外のことで、具体的な支援策があれば、一つ教えていただければということと、あと今後選挙戦でですね、実際に商店街ですとか、あとは町工場の現場に直接お伺いしてお話を聞いたりとかするご予定がありましたら、ぜひ教えてください。以上です。はい、講談の部分はもうこれから選挙戦に入ってしまいますので、どういう形でどういう場所に行っていろんな方の声をどのように聞くのかというのは日々、考えて皆さんにお伝えはしていきたいと思っています。で、中小零細事業主の皆様方、やっぱり厳しいですよね。円安の影響で特にそのやっぱコストの負担で立ってられないという声は本当に耳に届いています。その部分では根本の部分で言ったら国の経済政策にもなってくるんですけれども、そういう方たち、それでも頑張っている人たちをどういうふうに支援するのか、それは補助金なのか、あるいはどういう形で、グループで連携をすることによる何らかの形の提案で、支えていくのかも含めて、それは細やかに考えたいと思います。はい、先ほどから手を挙げてもらってましたね、後ろの3列目の女性の方、すいません、気がつかなくて、お願いいたします。左側の今の後ろの方です。今の方の後ろの方、3列目の女性、すいません。すいません、ありがとうございます。フジテレビの中澤と申します。はい、すいません、蓮舫さん、今日の公約の発表ではリセットというワードは使われなかったと思うのですが、現職の小池さんがやってきたこと、やってきてないことを含めて7つの約束を発表した中で、リセットというワードは使わないのでしょうか。当然良いものは引き継ぐ、そうでないものはリセットするという思いで出馬の会見の時には使わせていただいたんですが、なんか全部リセットするかのような解説をされる方とかもおられましたので、あえて表現は今日は使っていませんけれども、思いは受け取っていただけたのかな。例えば行財政改革、長期視点の政策の継続性、こういうものは私の中で思いを強くしています。真ん中の列の一番後ろのグリーンの服の女性、どうぞお願いします。すみません、テレビ朝日の織田と申します。はい、すみません、気が早い質問なんですが、2点お伺いさせていただきます。一つがですね、蓮舫さん、行政改革強く進めていかれるということだったんですけど、その中でどの程度のこの今の財源を捻出できるとお考えなのかというのと、あともう一点が、当選した際の知事報酬についてどのようなお考え、例えば今の知事ですとずっと半額を続けられてるんですけど、その点についてもしお考えがすでに決まっていたら教えてください。はい、とにかく私はチャレンジャーですから、当選に向けて全力で頑張っていきたいと思っていますので、仮の話は今控えさせてください。その上で、最初の質問の財源なんですが、今日もご説明させていただきましたけれども、
洗ってみたいとは思ってます。そして、からくりというものも発見しました。だけどたどり着けないのは予算のバックデータが一切公開されていないので、 8.5 兆の都の一般会計の歳出、そのうち 1.7 兆が補助金ですから、そのお金の流れがどのようになっているのかは実際に当選してみないと見えません。ここで不確定な数字を言うと、まあ、一人歩きをしてしまうので、そこはご容赦いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。お時間も限られてまいりましたので、すでに質問された媒体の方、すいません、ご遠慮願いたいと思います。まだ質問されてない媒体の方、いかがでしょうか。では、右側の列の2C、6列目のジャケットの男性、そして、左側の列の 2C、5列目のグレーのジャケットの男性、この順番でお願いします。うん。はい、そちらです。メガネの男性。読売新聞、越村と申します。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。先ほど のリセットのところでもう改めて確認させてください。出馬表明でリセットするとおっしゃってまして、今回の公約では具体的にどのあたりがリセットに当たるのかということを1点で、もう1点はここに書いている公約は全て4年間で行うものなのでしょうか。そうだとすると数値目標がなくて、例えば若者の平均年収をいくらに上げるとかですね、そういう数値目標がないと4年後に検証できないと思うんですけれども、その点どうお考えか2点お願いします。はい、まず優れた政策は私も引き継ぐというのはこれまでもお話を申し上げています。ただまあ現職の知事は巨大なブレーンである都の職員がおられるので、数値目標、財源、あるいはその部分の実現可能性というのは相当練り込んで政策というのは提出していると思うんですが、私は今回チャレンジャーという立場で臨ませていただきますので、具体的な資産のバックデータも持っていません。その部分では約束としての方向性は明確に示しをさせていただきますけれども、具体的な額というのは申し訳ない、ご容赦をいただきたいと思います。それともう一つ何でしたっけ。リセット、明確なのは行財政改革です。ブラックボックスをむしろ温存させてしまっているので、ここはリセットすべきだし、リセットしなければいけないと思ってます。でもその後にリビルドしたいと思ってます。ではこちらのグレーの左の列の5列目の男性お願いいたします。毎日新聞の白川です。はい、よろしくお願いします。約束6の神宮外の再開発についてちょっと改めて伺いたいんですけれども、先ほどの発言の中ですでになされた環境アセスメント、あるいは再開発の前提となっている公園まちづくり制度の適用是非をもう一度検証しようと思います と、発言されましたけれども、まちづくり制度の是非を問うとなると、まあ、開発の再開発の号自体を取り下げるということにもなるとも思うんですけれども、そのあたりは法的に可能かどうかというのはどのようにお考えでしょうか。はい、まずは厳格な検証をしてみなければ是なのか非なのか間なのかどういうものなのか、途中経過がなかなか情報公開されていないものですから、あるいはその住民への説明会の在り方も含めて、これはやっぱり一回情報を見させていただき、経過を見させていただき、厳格な検証はしたい。そこから先はその後考えたいし、考え方も持っています。その考える先について、再開発の撤回というのもそれは含まれているんでしょうか。検証をする前に言葉だけが一人歩きするような答えはごめんなさい、ご容赦ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それを予定したお時間でございます。次の日程も迫っております。あとお二方だけお受けします。そしたら、ずっと手を挙げてもらってます。真ん中の列の5列目の女性と、そして右側の列の3列目のジャケットの男性、以上でお願いいたします。すいません、日刊スポーツの中山と申します。ありがとうございます。はい、5月27日 の記者会見から、今日、大体もう3週間経って、そこで公約の発表ということになりました。この間ちょっと長かったんじゃないかなというふうなことを感じてはいるんですけども、本来一番大事な公約の発表というのが、ここまで引っ張るような形になった理由というのを教えてください。あともう一点、公約、小池知事の、いろんな行動にこうなんか蓮舫さんの行動が被ることがあったんですけども、これは何かこう作戦だったんでしょうか、それとも偶然なんでしょうか。そこら辺の確認だけお願いします。はい、被るのがどうかっていうの結果として結構重なってましたよね。ただ
一つ言えるのは、例えばその定例会見の時に私が外国人特派協会の時間をぶつけてみたみたいなコメンテーターの方が解説してたんですけど、特派員協会は私は免れた側であって、時間指定したのは向こう側ですから、こういうのも細かく見ていくと、決して私が何かをしているのではないということはぜひご理解をいただきたいと思っています。で、公約、ごめんなさい、ずいぶん長くお待たせをしてしまいましたが、特に行革の部分は、丁寧に洗っていたこともあります。あと現場に行った者の声も入れたかったのと、私たちの都の仲間と意見交換もしながら、詰めてきたものですから、今日の発表になったということです。よろしいですか。どうぞ。時事通信の山田ですけれども、はい、2点ちょっと短くお聞きしますけれども、都議会との対応ですね、まあ、いろんなことを実現されるにはやはり都との、まあ、特にこれ少数与党で出発される可能性が高いと思うんですけれども、そこをどう考えていらっしゃるかという点と、それから小池さんのメディア対応について何か思っていらっしゃることがあって、ご自身ならばどのような対応をするというようなことがもしあれば教えていただきたいし、今日なければまたいずれどこかで必ず教えてほしいと思います。はい、はい、ありがとうございます。都議会とは丁寧に対応する、もうこの一点に尽きると思います。それはやっぱり実現したい政策があって、それに対して都議会の皆様方がどのようにお考えになっているのか、それは丁寧に聞いて、どうすれば実現していけるのだろうかという道を探すことに尽きると思っています。それとまあ、まあ現知事のメディア対応というのは私が言うのもあれで皆さんの評価だとは思うんですけれども、私はできるだけ多くのメディアの皆さんの声を聞きたいと思っています。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それではお開きといたします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。